山形応援宣言。 SDGs 未来都市に選定された飯豊町、先進的な取り組みが行われています。去年完成した長目山バイオガス発電所。飯豊町は米沢牛の産地で、その牛糞が発電の原料になっています。発電量は一般家庭の900世帯分に相当します。省エネ住宅飯豊型エコハウスの建築も始まっています。国の基準を上回る高気密高断熱性能が特徴。町内の業者が施工することで、経済の循環を促す仕組みです。私たちの暮らし、町の未来、そういったものを社会、経済、環境に優しい、そういったものを SDGs といったものを物差しに使いながら、持続可能な町にしていきたいと考えています。